つまり危機の神話で見てきたような、ソレイは山の神となる、という考え方は、すでに縄文時代から存在し、それが受け継がれたものだった。縄文人にとっての山は、祖先の霊が住む以外であり、ソレイは山上から子孫を見守り続けている。山里に住む縄文人も、山を見上げ祖先の温かい眼差しを感じ取って暮らしていた。 その関係を示すのがストーンサークルではなかったか。さらにストーンサークルは、蘇り、再び人間に宿るそれを迎え入れる場所だったのかもしれない。